今出川をちょっと南に下ったところ、一条路通り沿いですね、あの妖怪ストリートって書いてたところなんですけど、大分唐揚げサンバカさんというね唐揚げ屋さんに来ました。はい、私が頼んだのはミックス定食なんですけど、大分唐揚げは唐揚げに甘辛だれをつけたやつみたいで、美味しかったです。でオリジナルの唐揚げは、10種類のなんかスパイスを、使ったオリジナルの、唐揚げということで、はい、めちゃくちゃ美味しかったです。ただあのがっつり飯だったみたいで、超です。唐揚げがでっかくてですね、最後の方は、違う意味で激しい攻防戦になりましたね。はい、めちゃくちゃお腹いっぱいです。がっつり行きたい方、そして唐揚げ好きな方は、ぜひ、行ってみたらいいと思います。美味しかったです。